そうだからちょっと今日は配信は15分で終わって、あとはちょっとお風呂でエッセイを書いていきたいと思います。なんかピント合ってなくない？あった。スマホで書いてるなんて、うん、スマホで書いてる、お兄ちゃんパソコンとか持ってないからね。早いものね、月末ですねって。うわ待って、今日月末、もしかして明日から6月あれあげなきゃじゃん、月末やで。最近写真撮ってないんだよな。写真なんか探そう。そうだそうだ。早いね。ね、今日はお稽古どうだったって。今日はミリアちゃんがいなかったんですよ。相方の、相方というかあのつがいの、だから今日はソロでした。そうですね、なんだかいつもの舞台よりかは長くお稽古にいられている時間が多いのに、もう言ってもうなんですよね。もうってことはないけど、もうなんですよね。まだまだ不安要素はたくさんですが、ちょっと頑張って覚えたいと思います、そうね、一旦ね、舞台が終わったら余裕もできると思うので、ドアツガイのゲームも進んでるのって、もうねやってない。もうあのねごめんなんだけど、もうね今やってるね余裕がないの。もうね必死。ゲームやってたの途中まで。そうもうね。あの稽古入ってからねできなくなっちゃった。マジで。そうなの、もう必死すぎて。なので私の代わりに皆さんちょっとやってください。ね、ゆっくりゲームもしたいね。もうスプラトゥーンも長らくやってないや、モンハンも。
早く思いっきりゲームしたいね。小田さんは最近ようやくゼルダを始めたようや。あ、そうなの。ゼルダって何だったかな。誰かも言ってたの。飯久保春菜ちゃんかな。元モーニング娘さんの飯久保春菜ちゃんってこう今一緒にやってるんですけど、舞台。この間ゲームの話になった時にゼルダやってるって言ってた。と思ってたけど、今やってる人多いのかな。ゼルダハマってる人多いって。そうなんや。今人気なの。そうなんだ、知らなかった。ゼルダって鬼しあれでしかやったことないわ。なんだっけ、あれ、大乱闘、スマッシュブラザーズのキャラ。うん、ゼルダ使ったこともないけど使いもしたことないけど、知ってるだけ。それで何使うのって。もにしピットかあれ使う。カービィの羽生えたちょっと悪者っぽそうなやつ、なんか剣士、騎士みたいな、なんだっけ、メタナイト、メタナイトって名前だっけ。そう、ピットかメタナイト使う。そう、大西飛べないと無理なの。そうかといって、なんかプリンみたいな、なんかなんかのボタンを押したら転がってってそのまま場外になって一気なくなっちゃうやつは無理なの。だからピットかメタナイトがいいの。そう、プリンとっても苦手。勝手にどっか行っちゃうんだもん、なんかそう、攻撃したいのになんか勝手にどっか行っちゃう。あいつむずいよね。そうなの。あとあいつも強いよね。なんだっけ、ガノンドルフやったっけ。動き遅いけど一発が強いタイプ。それもゼルダ。ガノンドルフってゼルダなの。そうなんや、知らんかった。今すっごいブサイクな顔しちゃった。そうなの。確かにガノンドルフがどこの誰なのかどなたなのかって気にしたことなかったよ。そうなんや、ラスボスなんだ。ラスボスそりゃ強いわ。あれ、ラスボスって怖くない。やだ、大西、あんな怖い人ラスボスで出てきたらリアルじゃんリアルじゃんっていうのもあれで、ラスボスってなんかもっと大きくてさ、悪い、なんか大きいイメージ。人じゃん、怖いじゃん、リアルじゃん。そうなんや、知らんかった。うんちのペースでゼルダ始めたら終わらすのに1年かかりそうで。そんな長いの。そうなんだ、そんな長いストーリーなんだ。
やり込み要素たくさんあるって、あのゲームは無限って、なんか結構自由度高いゲームなの？動けるのたくさん。自由度高いゲームいいよね。原神とか、原神って知ってる？あの携帯ゲームなんだけど、ああいう自由度高いゲーム私大好きよ。ああそうなんだ。ストーリー以外の部分が多くてストーリー進まって楽しそうだな。原神はほぼゼルダって、そうなの？原神はゼルダをお手本に、そうなの？じゃあ好きだよ、西絶対ゼルダ。原神大好きだもん。原神楽しいよ。新しい携帯にしてからちょっともう入れてないんだけど、前の携帯でいっぱいやってた。今度のゼルダ時間解けるでって、うわー、なんかハマりそうやな。もうそんなん多分一生やっちゃう気する、お酒とか飲みながらやばいな、ちょっと怖い。ハマるのが怖いわ。ちょっと手出すの怖い。やだやだ。もう西はまだ、だってモンハンも全然あれだからね。そういうプレイスタイルかい。いや、なんかお酒をがっつり飲みながらゲームするっていうのが息抜きっていうわけではないんだけど、例えばさ、お休みの日がありますみたいなってなったら、お酒飲みながらゲームしようっていうその予定がいいのよね。なんかわかるかな。実際そのお酒をガバガバ飲みながらゲームとかはしないんですよ。ただその予定が好きなんです。今日はゲームしながらお酒を飲もうっていう、その予定だけでウキウキできるというか。そう、実際お酒飲んで酔っちゃったらさ、真剣にゲームできないじゃん。そうだから酔うまでは飲まないんだけど、お酒飲みながらゲームしてるって、その事実が自分の心を癒してくれるみたいなそうなの。そう、そういう感じ。今日はぐーたらするぞって気持ちが良いのよね。で、そう、それがいい。そうなの。別に何してもいいじゃん、その予定を立てておけば。だいたい牛はお外に出ないからさ、用事がない限り。朝からって、まさか。お西が休みの日に午前中に起きるとでも思う？最近エッセイ以外でお酒飲んでるって。なんかさ、お酒、大西そのさ、なんか、おわ、あ、もう15分経っちゃった、まあいいか、もうちょっとしたら終わるね。なんか、なんだろう、お酒買うのよ。なんか今日頑張ったなとか、今日ちょっと疲れたしちょっと息抜きしようみたいなってなったら、コンビニでお酒を買うんですよ。缶のやつね、カンカンのやつ買うんだけど、で出すの、こたつの上にこうやってテーブルの上にドンって出して、で大体ご飯の時に出すんだけど、いただきますってやるじゃん。でご飯食べちゃうじゃん。私あんまりね、こうご飯、お食事とお酒ってあんま好きじゃないの。夜ご飯とかにはもうお茶かお水みたいながいいんだけど、一旦気分買ってきたし、気分で出すのね。
でごちそうさまでしたって飲まずに食べ終わっちゃうじゃん。ね、そのままちょっとゆっくりしてお風呂入って寝るじゃん。もう飾ってあるんだよね。だからもうそのお酒を飲むぞっていう気分とお酒を買ったっていう事実だけでもう満足しちゃう。最近お酒をさ、なんだろうね、そう、なんかなんだろう、もうその気分だけでいいの。もうそう、そうなんだ。ほんでまあ一口ちょっと飲んで本当にもうごめんなさいなんだけども飲まなかったりとかみたいな。そうなのよね、結果飲まないことが増えたね。めっちゃ、もったいないって。いやそうなのよね、ね、だから本当にもうだいぶもうだいぶね、美味しいね、飲まなくなったというか飲めなくなったというか飲まなくなったね、だいぶ。昔強い強いって言われてたけど、いっぱい飲んでて。ね。ね、まだ25だけど。でもまあこんな感じで、ごめんね、外もごめん、窓開けてるから外の音するね。ね、落ち着いたのですね。ね、そんな感じで、まあでもまあお酒っていうその言葉だけでも気分が上がるので私は、そんな感じでございますね。ちょっと大西、じゃあそろそろお風呂もう温めてあるんで、お風呂入りながらちょっとエッセイ続き書いていきたいと思います。のでじゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位コバットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がたかたかさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がひでちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がさとまるさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がいせるさん、ありがとうございました。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。